年越しは一年の最後の日、グレゴリオ歴で12月31日であり、多くの地域ではシルベスターの日と呼ぶ。多くの国で、年越しの夜の会合で多くの人が踊り、食べ、酒を飲んで、新年を迎える花火で祝う。年越しの礼拝に行く人たちもいる。祝祭は通常、深夜0時を過ぎ1月1日まで続く。キリバスとサモアが、 最も早く新年を迎える国であり、ハーイ州ホノルルが最後の地域である。カナダの新年の伝統や祝祭は地域により異なる。年越しは通常社会的な休日である。トロントやオンタリオ州のナイアガラホールズといった多くの都市では大規模な祝祭があり、コンサート、深夜パーティー、スポーツイベント、花火が開催され、ほとんどの主要都市では祝祭時間帯に 公共交通機関が無料で運行される。ケベック州など地域によっては友人たちと1月1日早朝まで氷結釣りして酒を飲む。1956年から1976年までガイ・ロンバルド楽団はニューヨークシパーク街、ウォルドルフ・アストリアホテルの舞踏場からの演奏が CBS 収録を中継して CBC で放送された。ロンバルドの没後。 ロイヤルカナディアン楽団は CBC と CBS で1978年まで演奏を続けた。1992年にスケッチコメディ劇団のロイヤルカナディアンエアーファースが CBC テレビで年に一度のイヤーオブザファース特別番組の放送を開始した。この番組ではその年の主な出来事やニュースを風刺したスケッチコメディを特集する。 1992年版は1回限りの特別番組であったが、イヤーオブザファースのエピソードは、レギュラー番組のエアーファースライブとして継続して1992年から2008年まで放送され、2008年12月31日にシリーズ大団炎を迎えた。テレビシリーズ終了後、出演者は年越し特別番組への出演を続けた。同様に、 ケベック州ではフランス語放送局テレビジョンでラジオ、カナダが毎年年越しコメディ特別番組、バイバイを放送する。この番組は1968年から1998年までの通常放送を様々なコメディアンが演出し、2006年にケベックのコメディ劇団、ロックイベル・オーレイヤにより復刻放送された。2008年版では、ケベックのテレビ司会者、 ベロニーク・クルーティが司会権共同制作して、英語圏カナダ人と当時、アメリカ合衆国大統領候補のバラク・オバマを笑い者にするスケッチを含め、多くの視聴者を不快にするスケッチが不評であった。メキシコでは、深夜0時のカウントダウンで鐘の音が12回鳴る、旅に一つずつ願いを込めて、ブドウを食べ、年越しを祝う。メキシコでは、迎える年の願いを示す色で、 家庭やパーティー会場を飾る。赤は生活全般と恋愛運。黄色は仕事運。緑は金運。白は健康運の向上を願う。メキシコでは生地にコインや飾り物を隠して甘いパンを焼く。パンが供された時、切ってコインや飾り物が入っている人は新年に幸運に恵まれると言われる。もう一つの伝統は一年間の悪いまたは 不幸な出来事の一覧を作り、深夜0時までに火の中に投げ入れることで、新年に向けて役除けすることである。同時に、一年の良い出来事すべてに感謝を示し、新年も続くことを願う。メキシコでは、深夜のディナーで家族と祝う。伝統的な食事は、七面鳥とも売れである。その後多くの人々は、ナイトクラブなどの家庭外のパーティーに参加する。メキシコシティでは、 中心街のソカロ広場周辺を中心とした年越し祭りが行われる。祭りには爆竹と花火で祝い、フェリスアニョヌーボと叫ぶ。プエルトリコでは年越しを友人や家族と祝う。サンフアンのプエルトリココンベンションセンターが祝祭の主要な呼び物である。そこには深夜のラテン音楽と花火、スペイン語でのテーマ曲、オールド、ラングサイン、そして素晴らしい料理がある。 タイムズスクエアでのボールドロップは毎年100万人の観客を魅了する。アメリカ合衆国では年越しをフォーマルパーティーと家族行事で祝う。この国で最も著名な新年の祝祭の一つはニューヨークのタイムズスクエアで開催されるボールドロップである。時報で正式に使われるタイムボールから創作し、東部標準時午後11時59分に 重量1万1875ポンド、直径12フィートのウォーターフォードクリスタル製ボールを、ワンタイムズスクエア屋上から141フィートの高さの旗竿を落下させ、60秒後にのビルの屋上に達して、新年の開始を告げる。ボールドロップは1907年から開催され、近年は毎年平均約100万人の観客を集めている。この仕掛けの人気により、各地で、 類似のドロップイベントが開かれ、地域を代表するものを落とす場合もある。これらと並んで、アメリカ合衆国のいくつかの都市と町では、ファーストナイトイベントが開催される。これは、地域芸術文化を中心とした家族向け祝祭を目的としている。テレビもまた年越し祝祭の大きな役割を果たす。アメリカ合衆国の放送ネットワークは、 タイムズスクエアから祭りを中心とした特別番組を放送する。1928年のラジオ番組から始まり、CBSS では1956年から1976年まで、ガイロンバルドとロイヤルカナディアンズ楽団がニューヨークシパーク街、ウォルドルフ・アストリアホテルの舞踏場から、毎年年越し特別番組を送った。この番組はまた、 深夜0時のロイヤルカナディアンズ楽団によるテーマ曲オールド・ラングサイン演奏で知られ、それによりが年越しの定番として普及した。1977年のロンバルドの没後、ディック・クラーク、エス・ニュー・ヤーズ・ロッキン・イブが急速に、米国の国民的な最も視聴される年越し番組となった。2000年の特別番組、ABC2000 トゥデイを含め、 ディック・クラークは33年連続で ABC の年越し特別番組の司会を務めた。脳梗塞の影響で2005年の番組にはクラークは出演せず、米国版、Who Wants to Be? アミリオネア司会者のレジス・フィルビンが代役となり、脳梗塞が原因の言語症のため以後メイン司会をすることはなかった。このような不足がありながら、 クラークは2012年4月に亡くなるまでニューイヤーズロッキー2部に短時間ながら出演し続け、その後司会の役割をテレビ、ラジオ司会者でアメリカンアイドル司会者であるライアンシークレストに譲った。年越しは伝統的にフロリダ州のウォルトディズニーワールドリゾート及びアナハイムのディズニーランドにおいて1年で最も忙しい日であり、パークは深夜まで営業し、 通常の夜の花火に加えて深夜に年越しの特別ショーが開催される。宗教儀式カトリック教会では1月1日はキリストの母、聖母マリアを礼拝する守るべき祝日であり、教会はすべてのカトリック教徒がミサへの参加を必要とする。しかしながら前酔いのミサは聖なる日の前日夕方に開くことができるため、 年越しの夕方にミサを祝うことが慣例となった。多くのキリスト教会は、除夜の集会を催す。いくつかの教会、特にルーテル教会、メソジスト及び黒人教会には、ウォッチナイトとして知られる伝統があり、深夜0時過ぎまで続く礼拝に信者が集まって、過ぎゆく年の過護に感謝して来たる年のご利益を祈る。英語圏において、ウォッチナイトは、メソジストの創始者、 ジョン・ベスレーまでたどることができる。この習慣は1730年代にイングランドにやってきたモラビア兄弟団から学んだ。モラビア兄弟団は今なお、ウォッチナイト礼拝を年越しに模様している。1862年の年越しのウォッチナイトは、リンカーンが発表した奴隷解放宣言に署名する1863年1月1日を奴隷が待ち望んでおり、 アフリカ系アメリカ人にとって特別にな意味を持っていた。オーストリアでは年越しは通常友人や家族と共に祝う。ちょうど深夜0時にオーストリア放送協会が放送するすべてのラジオとテレビ番組はウィーンのシュテファン大聖堂の大金、ね、プンメリンローと続いてヨハンシュトラウスに制作曲の美しく青きドナウを放送する。これに合わせて多くの人が パーティーやストリートで踊る。ウィーンの各ストリートでは、ウィーン氏はバンドやオーケストラ演奏が開催され、多くの人々が集まる。花火は、市が開催するものと個人で行うものがある。ベルギーでは、年越しを、シント・シルベスターベラボンド、または、ウジャーと呼び、家族パーティーで祝う。フランス語圏のワロン地域では、リベイランズと呼ばれる。テレビでは、 スタンドアップコメディアンがこの一年を振り返り、続いて音楽番組やバラエティ番組で深夜0時の合図があり、誰もがキスをして幸運を祈る挨拶を交わし、新年と欠席した親戚や友人のためにシャンパンで乾杯する。多くの人が花火をしたり、通りに出て花火を見たりする。ほとんどの都市は独自の花火大会を開催する。 芸術農家で開催される花火大会が最も有名である。市街、カフェ、及びレストランは混雑する。その後、無料バスや特別な年越しタクシーで帰宅する。1月1日には、子供が新年の手紙を読み、金色の里市天使や天使、彩色した花とリボンで縛った花冠で飾った紙のホリデーグリーティングカードを両親に渡す。ベルギーの農家はまた、 動物たちの幸運な新年を祈る。ボスニア・ヘルツェゴビナでは広く新年を祝う。街中は装飾され、年越しには全ての大都市で花火大会とコンサートが開催される。子供たちはダイエド・ムラーズに噴した大人から贈り物をもらう。レストラン、クラブ、カフェ及びホテルでは通常、年越しパーティーが開かれ、客でいっぱ杯である。サラエボでは、TRG ジャスに、 人々が集まり、地元のロックバンドが演奏した。明け方までトランペットとロックグルーブが演奏し、深夜0時には大きな花火が打ち上げられた。チェコとスロバキアの年越し、シルベスター祝祭と伝統は非常に似ている。年越しは一年でもも騒がしい日である。人々は通常友人とパーティー、パブ、クラブ、通り、または広場に集まって飲食し、新年を祝う。 花火は人気ある伝統であり、ブラチスラバやプラハといった大都市では花火は昼前から始まり、深夜0時まで絶え間なく増やしていく。深夜0時からの最初の1分間に人々はシャンパンで乾杯し、お互いに新年を祝い、幸運と健康を祈って花火のために外出する。どちらの国でも主要なテレビ局は深夜0時のカウントダウン前後に、 娯楽番組を放送し、カウントダウン後には、それぞれの国歌が流れる。大統領は朝に、新年の挨拶をする。しかしながら、近年は、両国に共通する歴史に敬意を表して、チェコスロバキア国歌が、深夜0時に演奏される。コッペンハーゲン上空の新年の花火。デンマークではパーティーに出かけるか家庭で客をもてなす。特別なディナーを食べ。 特別なデザートであるクランセキ地とシャンパンで食事を締めくくる。他の伝統料理は茹でたタラ、ケールのシチュー、および塩蔵の豚ロース肉がある。しかしながら高級牛肉や寿司が急速に人気になっている。12月31日にテレビ及びラジオでは、二つの重要な伝統行事が放送される。午後6時のあまり演奏宮殿からの君主の新年の 言葉及び午前0時のコペンハーゲン視聴者時計のカウントダウンである。何千人もの人々が市役所前広場に集まり年越しを祝う。王立この衛兵連隊は赤い祝祭用制服でパレードする。祝祭は深夜0時に視聴者の鐘が鳴り花火が打ち上げられた時に最高潮に達する。イギリスの祝祭はイングランド、スコットランド、 ウェールズ、北アイルランドの4つの国で顕著に分けられる。イングランドでは、時計が年越しの深夜0時に起こる移り変わりを象徴する。ロンドンでの祝祭は、ビッグベン、ウェストミンスター宮殿時計台の鐘と、大時計及び周辺が中心である。祝祭は BBC により1984年以降ロンドンから、イングランド各リージョン、ウェールズ、及び北アイルランドに、 テレビ中継される。1936年からこれ以前までは、スコットランドの祝祭がテレビ中継されていた。国中のパブ、クラブ、および家庭でパーティーが開かれる。深夜0時ちょうどに輪になって手をつなぎ、オールドラング祭を歌う。深夜のロンドン愛の花火などの新年の祝祭のために、ロンドン中心部に集まる何千人もの人々。年の年越しでは、 約25万人の人々がロンドン外上空の初めて音楽に合わせて打ち上げる8分間にわたる花火を見るために集まった。これにはブラン、ビートルズ、クイーンといった英国アーティストの楽曲も使われた。ロンドンの祝祭は1月1日まで続き、1987年から毎年新年パレードが開催される。2011年のパレードには1万人以上の 音楽家、チアリーダー、パフォーマーが参加した。2012年を迎え、ロンドン愛の花火に加えて、ビッグベンから鐘が鳴るたびに花火が打ち上げられるようになった。他の主な年越し行事は、バーミンガム、マンチェスター、リバプール、リーズ、ニューカススルアポンタインの各都市で開催される。デボンのビデフォードは、カーニバルと仮想の年越し祝祭で知られている。祝祭は、 ビデフォードの鳩場と鳥地側に架かる橋周辺を中心とし、深夜0時にバグパイプ奏者一人がオールドラングサインを演奏した後に花火が打ち上げられる。エストニアの年越し祝祭では、人々は村を飾り、友人を訪れ豪華な食事を準備する。年越しには7回、9回、または12回食事するべきと考える人々もいる。これらはエストニアの幸運の数字であり、 食事を食べるたびに、翌年の運気を得ると言われている。食事は、全部食べなくてもよく、年越しの家に訪れる先祖や、精霊のために残す場合もある。伝統的な年越しの料理には、豚肉のエストニア風、ザワークラウト、ベークドポテト、ルタバガと豚のヘッド、白、ソーセージ、ブラッドソーセージがある。ベジタリアンは、ポテトサラダ、テーブルビートとパテを食べることができる。 デザートには、ジンジャーブレッドと、マジパンが非常に人気である。伝統的な新年の飲み物には、ビールとミードがあるが、モルドワインと、シャンパンが近年人気である。フィンランドでは、年越しは友人、または家族と共に祝う。深夜のディナーでは、ウィンナー料理、ヤンソンの誘惑、ポテトサラダをメインとして供することが多い。 いくつかの自治体主催の花火大会が深夜0時に開催される。家庭向け花火もまた非常に人気である。フィンランドの伝統的芋の占いを小さなフライパンに入れてストーブの上で溶かしバケツの水に素早く投げ入れて新年を占う。できた金属の塊の形状は例えばろうそくで照らした影を解釈するなどして分析する。この占いはしかしながら 真剣に受け取ることはない。フィンランドの放送局は、ヘルシンキ原動員広場の新年祝賀を放送する。年越しのカウントダウンは、ヘルシンキ大聖堂の時計で行う。午後の番組では、ドイツのコメディスケッチ、ディナーフォーワンが毎年披露される。ラジオでは、深夜0時前に、A の例の作の詩ハイミア・レイバー・アポロが朗読される。フランスでは、年越しは通常、 レベイオンデラでインとシールベストを祝宴で祝う。祝宴には、伝統的に、フォアグラ、オイスターなどのシーフードのごちそうと、シャンパンが並ぶ。祝祭には、簡素な友人や家族との家庭的なディナーや、より高級な舞踏会、ユヌスワレイダンサンテもある。元日には、友人や家族でを、新年の抱負キスを交わして交換する。アイスクリームを食べることもある。 祝日は1月6日の高原祭で終わる。2枚のパフペーストリーにフランジパーネを挟んで作る伝統的なペーストリーのケーキ、ガレット・デ・ロアを食べる。このケーキには小さな統制人形、フィブが入っており、これを見つけると王、または女王になり金色の紙製王冠をかぶり相手を選ぶことができる。この伝統は2週間まで続けることができる。ドイツでは年越しワッパーティーが 一般的である。花火は個人向けと自治体の大規模花火大会ともに人気である。毎年ベルリンではヨーロッパ最大の年越し祝祭の一つが開催され100万人以上の人々が訪れる。主要地点はブランデンブルク門で深夜0時の花火大会の中心地である。ドイツでは新年をゼクトまたはシャンパンで祝う。 1972年以降毎年の年越しで、ドイツのテレビ局のいくつかで、ディナーアンと題した英語のショートコメディが放送されている。スケッチコメディのセリフ、ザ・セーム・プロシージャーズ・ェブリー・イヤーは、ドイツのキャッチフレーズとなった。もう一つのドイツの年越しの習慣に、で、ブライ・ジャイソンがあり、溶かした鉛を水に入れてできた形状によって、運勢を見る。その他幸運を招くために、 煙突掃除人に触れたり、幸運と健康のために額に灰をこすりつけたりする。リキュール入り、または、梨のクリームやカスタード、ジャムを詰めたドーナツ作りがある。近所を次々と訪ねて、この料理を商売する。この料理はパンケーキに似ているが、ドライソーセージやベーコンを中心にして濃い糖蜜やシロップで作るレシピである。ハンガリーの年越しは、家庭パーティー、または、 ブダペスト市街などのストリートパーティーで祝う。花火と爆竹が人気である。シャンパン、ワイン、及び伝統的なハンガリーの新年料理、フランクフルトソーセージのホースラディッシュ添え、レンズ豆スープ魚料理、豚肉のローストを食する。過去数世紀には、ハンガリーでは年越しには、動物が会話できると信じる人がおり、玉ねぎの皮12枚に塩をまぶして、元日の水の量で、 雨のが多い月を占う。年越しと元日のミサの祝祭が、ハンガリーのキリスト教徒の主要な行事である。レイキャビーク上空の新年の花火、アイスランドでは、花火が特に年越しに大変人気である。かがり火も、また非常に一般的であり、ショーや音楽行事、食事を伴って行われる。アイスランド最大の年越し行事は、通常、首都、レイキャビークで開催される。 夕方には、レイキャビークの大聖堂でのミサが、ラジオで放送され、この放送後にディナーを取る。都市のナイトクラブには、人が溢れ、少なくとも、朝5時までは営業している。アレマータスカッペスは、アイスランドで、毎年放送される、新年に欠かせない特別テレビ番組である。前年の出来事を風刺し、その犠牲者である政治家、アーティスト、著名な財界人や活動家には、 少しばかりの慈悲をかける。次に、近所の最も大きいかがり火に集まって、深夜0時の花火を見る。アイルランド主要都市での年越しの祝祭は控えめであり、多くの人々は家族や友人との小さな家庭パーティーを好む。国中の特に大都市でのパブやクラブではイベントを開催する。イタリアでは、例えば赤い下着を身につけるなどの伝統習慣に従って年越しを祝う。 途絶えた古代からの伝統には窓から古いまたは不要なものを投げ落として処分する習慣があった。ディナーは伝統的に両親や友人と食べる。残宝ネやコテキーノとレンズ豆が定番料理である。午後8時30分に大統領がテレビ放送でイタリア国民へのメッセージを述べる。深夜0時に国中で花火が打ち上げられる。金が深夜0時を告げ、 金が鳴るたびにスプーン一杯のレンズ豆のシチューを食べる。これは丸いレンズ豆を効果に見立てて幸運をもたらす風習である。マケドニアでは国中で年越しを祝う。元旦は一日中花火大会で祝う。年越しは家族や友人と自宅やレストラン、クラブ、カフェ、またはレストランで祝う。日中の祝祭の間に子供たちは贈り物を受け取る。 夕方の祝祭は、食事、音楽で祝い、伝統的マケドニア民族音楽と現代音楽の、両方で踊る。年越しは、12月31日と、マケドニア正教会に基づく1月14日に、祝う。マルタでは、2009年に初めてフロリアーナで、年越しストリートパーティーを開催した。この行事は、この日は、主要通りの店が閉店するため、ほとんど宣伝されず、 論争が認められた。2010年には、バレッタのストリートジョージーズスクエアで、最初の全国的祝祭が開催された。マルタでは花火愛好家が非常に人気であるが、年越しにはほとんど活動していない。モンテネグロでは、年越しの祝祭がすべての大都市で行われ、通常花火大会も開催される。通常は、家族や友人と自宅、または外出して祝う。レストラン、 クラブ、カフェおよびホテルでは食事と音楽による祝賀が行われる。オランダの年越しは通常家族や友人と夕方をくつろいで祝う。伝統的な軽食はオリーブオーレント、アップルベニエと混同しないことがある。テレビでは特別番組 NL ウディジャースコンフランスが放送される。この番組は主要なオランダのカバレットが務める。 歴史的に改革派信興プロテスタントの家族は、詩編第90編を読むが、この伝統は、廃れつつある。深夜0時に、クリューワイン、またはシャンパンを飲む。多くの人々が花火をし、街では、花火大会を開催しない。ただし、ロッテルダムのエラスムス教周辺で、全国的な花火大会が開催される。公共交通機関は、午後8時頃から翌1時頃まで。 完全に運休となる。テレビでは深夜0時数分前から時計が放送される。北アイルランドの年越し祝祭は控えめであり、友人と集まることがほとんどである。主にスコットランド入植者の地域であるが、年越しはクリスマスの陰に隠れている。ポーランドの年越しの祝祭には屋内と野外の祭りの両方がある。大規模な野外コンサートが、 クラックフの中央広場で開催される。15万から20万人の人々が、聖マリア聖堂上空の花火大会とライブ演奏で、年越しを祝いのみ騒ぐ。同様の祭りは、ポーランドの他の都市でも開催される。年越しを都市部で過ごすことを望まない人々にとって、山が人気の行き先である。 カルパティア山脈に位置するザコパネは、ポーランドで最も人気の陶器三冠ブリゾートである。また、カトビセでの年越し祝祭は、スポデク周辺で行われる。伝統的な年越し祝祭は、ルーマニアの規範である。ルーマニアでは、数世紀前からの習慣、慣習、しきたりに従う。子供たちは、伝統的聖火のセルコバを歌い、神前、幸運、そして成功を祈る。 夕方には通常パーティーを開く。1989年のルーマニア革命以降、ルーマニアの人々はブカレストの大学広場に集まる。他の重要な祝祭は憲法広場及びセクトール5のロムエクスポで、ここではマリアン・バングリー行政長が何千人もの人々が訪れた非常に安価な祝祭、バングヒール・ヨナを開催した。この祭りは東洋及び熱帯料理。 エンリケイグレシアス、トニー・ブラックストンや多くのルーマニア人の人気音楽家を目玉とし、花火大会も開催した。メディアを再生するクレムリンド系等の鐘が鳴り、ロシア連邦国家を歌い、新年、2012年が明ける。ロシアでは、年越しを家族や親しい友人と共に祝う。ロシアの祝日の起源はクリスマスから派生した。クリスマスはまた、 他の宗教的な祝日とともに共産党によって中止されるまでロシアで主要な祝日であった。クリスマスの不足を補うため新年をクリスマスと同様に祝ったが祝日には宗教的側面はない。旧ソビエト連邦の崩壊以降でもロシアでの新年の祝祭はロシアの伝統となった。古い名神では1月1日の最初の訪問者が 男性であれば良い年になると言われる。また、新年を借金なしで開始しようと試みる。祝祭は通常深夜0時の1時間か2時間前に始まる。行く年に別れを告げる通常の習慣は、この12ヶ月の主な出来事を思い出すことである。0時の5分前にテレビで大統領のスピーチや人気の新年番組を見る。ラジオやテレビで クレムリンド系統の鐘が12回鳴あり響く音を聞く伝統がある。鐘が打ち終わるとシャンパンを飲み豪華なディナーを食べてテレビでコンサートを見て楽しむ。外で花火をしたり友人や近所を訪ねる人もいる。12月30日と31日は平日のため多くの人々は職場で小さなパーティーを開くが12月31日は主に自宅でまたは友人と過ごす。 エディンバラでのホグマネーの花火。スコットランドでは、年越しをいくつかの変わった習慣で祝う。例えば、ファーストフットは、友人や家族の一人が、お互いの家に、ウイスキーや石炭の塊を手土産に訪れる。スコットランドの首都エディンバラでは、世界的に有名な年越し祝祭の一つが、開催される。祝祭は、プリンセスストリート沿いの主要道路を中心に、 行われる。エディンバラ城の大砲が深夜0時を告げ、続いて数多くの花火が打ち上げられる。エディンバラでは4日間、または5日間の祭りを開催する。祭りは12月28日に始まり、元日、またはスコットランドのバンクホリデーである1月2日まで続く。2つの小さな町、アバリーンシャーのストーンヘブンとパースシャーのコムリーでは、 ホグマネーで有名な火祭りを開催する。ストーンヘブの火の玉祭りは深夜0時に始まり、参加者が大きな火の玉を振り回して、ハイストリートをパレードし、世界中から観光客が集まる。アバディーン、グラスゴー、スターリングなどのスコットランドの他の都市でも大規模な祝祭が開催され、深夜に花火を打ち上げる。BBC スコットランドは、スコットランド及び世界に向けて、 エディンバラの祝祭を生放送する。STV では世界的な新年の祝祭とスコットランドで起きた出来事の詳細の両方を伝える。セルビアの年越しは伝統的に広範囲に祝われる。屋内では家族が年越しを大量の料理で祝う。セルビアでは農母がディスンじゃ言えるかをクリスマスでなく新年に飾る。午前0時頃にサンタクロースが家に訪れ。 ツリーの下にプレゼントを置く。その場で開けるか、家族が寝ている場合は、翌朝見つける。レストラン、クラブ、カフェ、およびホテルは予約で埋まり、食事と生演奏によると少し祝祭が開催される。セルビアの新年の祝祭は、ベオグラードおよびノビサド、ニシュなどの他の主要都市で開催される野外フェスティバルが、最も知られている。12月中旬から、 街は広く装飾され電飾が灯される。ユリウス歴の影響により、この装飾は1月に入っても続く。以前のユーゴスラビアを含めた地域の中で、ベオグラードは最も人気のある祝祭の開催地である。スロベニアの団体観光客が、かつての首都を訪れて、新年を祝うことは、一般的になった。ストリートフェスティバルは、ベオグラードの何箇所かで新年を祝う。 数十万の人々で膨れ上がる。前大統領、ミロシェビッチの時代の間は、この集まりは政治的な強い結びつきもあった。2000年以降、ベオグラードの街では著名な広場、共和国広場、テラジーエ広場、セルビア国民議会建物前において、国内外著名人によるコンサートが複数開催されている。コンサートは夕方早くから始まり明け方まで続く。通常、 祝祭とコンサートは小さな子供向けと大人向けに分けられている。深夜0時に都市の建物から花火が打ち上げられる。元日は通りが車両通行止めとなりストリート・オブ・オープンハート・フェスティバルが開催される。家族連れや政治家が通りを歩く間、食事と温かい飲み物が供され野外演劇が上演される。1月1日の夕方は 前夜を繰り返すリープライザを行う。昨夜訪れたクラブ、友人宅、広場に行ってもう一度祝う。規模をやや縮小した祭りが開催される。1月13日にはユリウス歴に従って新年を祝う。ベオグラードの市役所、または国民議会前での1回のコンサートが開催され、聖、沢大聖堂に人々が集まり、 セルビア正教会により花火が打ち上げられる。他の都市もこのような祝祭を開催する。2005年のマドリードプエルタデルソルでの年越し。スペインの年越し祝祭は通常伝統的にエビ、洋肉や巨星温度り料理を含む家庭のディナーで始まる。スペインには年越しには新しい赤い下着を身につけて幸運をもたらす風習がある。カウントダウンは主に マドリードのブエルタデルソルに立つ旧王立郵便局の時計台で行う。時計の鐘が鳴るたびに一つずつ12粒のブドウを食べる慣習がある。この慣習は1909年にアリカンテのブドウ生産者がその年の大量の生産余剰を削減する方法として考えたことが起源である。現在ほとんどのスペイン人がこの慣習に従っており、12粒のブドウは 新年の同義語となった。金が12回打ち終わると、挨拶を交わしてカバなどのスパークリングワイン、シャンパン、またはシードルで乾杯する。家庭のディナーとブドウの後、多くの若者は、パブやクラブ取った場所のコティロンズでの落ちぶりえホパーティーに出かける。パーティーは通常翌朝まで続き、地元のバーでのささやかな祝祭から、ホテルの大広間に何千もの客が集まる。 大規模パーティーまで様々である。パーティー参加者は通常、翌朝早くに集合して、伝統的な冬の朝食、チコラテコンチロスを食べる。2008年用手彫りの年越し花火。スウェーデンでは、年越しを通常家族、または友人と祝う。深夜0時前後の数時間に、パーティーを開いて、通常3コースの特別なディナーを食べる。年越しを祝う、大規模な花火が国中。 特に都市部で打ち上げられる。18歳以上になると地元の小売店や個人が販売する花火を買うことができる。深夜0時に花火を見たりしたりしながら通常シャンパンを飲む。スイスの典型的な年越しは屋内で友人と祝う。年越しにまつわるメイン料理はないが年越しの菓子やデザートがある。自治体独自のカウントダウンが公共の場所で開催され。 小さな都市でも公式な花火が打ち上げられる。クリスマスとバイラムに関連する多数の飾り付けや伝統習慣がトルコの世俗的年越し祝祭を形成する。自宅や通りは電飾が光り輝く。家族や友人とささやかな贈り物交換をし、豪華な家庭料理のディナーを楽しむ。ディナーには特別なコツブレーズンピメンタディルリ、イチピラブ、ドルマ、ボレキ、バクラバ。 および暖かいピルに乗せた様々なナス料理、サーレップ、ボザが供される。トルコでは通常クリスマスを祝わないが、年越しでクリスマスツリーを飾る伝統は非常に人気である。トルコではサンタクロースはクリスマスではなく年越しに関係する。テレビやラジオでは様々な年末の特別番組を連続して放送し、全国の自治体ではコンサートや家族、 友人向けの祝祭行事、同様に、カラギョズとハジワットの影絵劇場、メフテルによる演奏などの伝統演芸、さらに、オスマン帝国の時代にも見られたイエニチェリの軍楽に、加えて、貧困層のための募金行事を開催する。数多くの都市や町、特にイスタンブール、アンカラ、イズミル、アダナ及びアンタルヤといった大都市地域では、 大勢が参加する公的及び私的なパーティーが開催される。イスタンブールのタクスイム広場、ベーオール・ニシャンタ州及びカドゥキョイ地区とアンカラのクズライ広場では、舞踊、コンサート、レーザーライトショーを呼び物として、伝統的なカウントダウンや花火大会が開催される。かつてのソビエト連邦構成国では、新年は、 アメリカ合衆国でのクリスマスと同じほど文化的に重要であるが宗教的な意味合いはない。ウクライナの家庭では伝統的にクリスマスツリーと同様の頭皮を飾る。家族が集まりごちそうを食べて一年を振り返る。盛大に祝って乾杯し新年の幸福を祈る。家族から友人や知人にプレゼントを贈る。 ウクライナでは伝統的に緊密な社会共同体があるため家族の関係者にプレゼントを贈らないことはタブーとされる。子供たちは新年を待って深夜0時まで寝ないでいる。これらの祝祭の間、ウクライナのテレビで長年の伝統となっている新年特別番組を見ることが多い。新年は東ヨーロッパ、主にウクライナに住む東方天霊カトリック及び 東方聖教の京都にとって、クリスマスを1月7日に祝うため、事前の祝祭とみなされることが多い。ウェールズでは、カレンニングに贈り物やお金を与える伝統が今なお残る監修であり、現在はツーレイパンやチーズを与える。数千人の人々が毎年カーディフに訪れ、ライブ演奏、ケータリング、アイススケート、遊園地、花火を楽しむ。祝祭の多くは、 カーディフ上カーディフ市庁舎で開催される。年越しには毎年5キロメートルのマラソン、ナンバーズ・ギャラン・ロードレースが南ウェールズ、ロンダカノンタフカノン渓谷のマウンテンアッシュで開催される。これはウェールズの陸上選手、ギトーニス・ブラーンの生涯と功績を称えるレースであり、1958年に地元の陸上競技者、バーナード・ボールドウィンが創設し、 ギトの最初に競技で走った5キロのコースを走る。メインレースは、ランウィノの礼拝で始まり、ランウィノ墓地のギトの墓に花輪を捧げる。松明に火を灯し、マウンテンアッシュ近くのレース開催地まで運ぶ。レースは、町の中心を2度周回するコースで、ヘンリー通りから始まりギトの記念像そばの、オックスフォード通りで終わる。伝統的にこのレースは、 深夜0時に終わる時間であったが、近年は家族連れ向けに時間変更して午後9時頃に終了する。これに伴い規模が拡大し、午後には通りの催し物や子供向けのファンランが開始され、礼拝、競技レース、及び表彰式で終了する。アルゼンチンの伝統的な祝祭は、ビテド・トナート、アサード、トゥロン・パンドルセといった伝統的家庭料理の家族とのディナーである。 深夜0時直前に通りに集まり花火をしたり、見たりして楽しむ。深夜0時にシードルやシャンパンで新年の初日を祝う。お互いに新年の幸運を祈り、近所の人たちと乾杯を交わすこともある。パーティーは明け方まで続くことが多い。アルゼンチンではまた川や湖、または公共のプールで泳いで新年を祝う。リオデジャネイロのコパカバーナビーチでは、 数百万人がお祭り騒ぎする。新年はブラジルの主要な祝日の一つである。カーニバルまで続く夏休みの開始を公式に告げる。ブラジルでは伝統的に家族や友人と自宅やレストラン、またはプライベートクラブでたくさんのごちそうを食べ、酒を飲む。伝統的にシャンパンを飲む。年越しをビーチで迎える人たちは通常。 新年の幸運を呼ぶために白い服を着る。この休日に関連して花火とぶどうやレンズ豆を食べる習慣がある。リオデジャネイロのコパカバーナでは大規模な花火大会が開催される。リオデジャネイロのコパカバーナビーチは新年の花火のトップ10にランクされた。ライブコンサート、壮大な花火、100万人のお祭り騒ぎの組み合わせにより、 コパカバーナを世界最高の新年パーティーの一つとされる。サンパウロのパウリスタ通りではサンシルベストレ、国際マラソンが開催される。他の地域でも様々な行事が開催される。セアラー州フォルタレザではイサレマビーチでパーティーが開催される。パーティーには100万人以上が集まり、花火と音楽ショーが開催される。バルパライソの街やビーチには、 毎年の年越しでは100万人以上の観光客が詰めかける。チリの年越しの祝祭には特別料理の家族とのディナーがあり、通常レンズ豆とその年の12ヶ月を象徴する12粒のぶどうが含まれる。家庭の祝祭は通常深夜0時まで行い、続いて友人たちと明け方までパーティーを行う。チリの首都サンティアゴでは深夜0時のカウントダウンと 花火大会を見るために数千人の人々がエンテルタワーに集まる。全国各地で花火大会が開催される。最も人気のアニョヌエボ・イエヌ・エルマールはバルパライソで開催され、100万人以上の見物客が訪れる。2000年以降、花火の個人販売は違法となり、花火大会でしか見られなくなった。また、多くの観光客が新年を迎えるために、 チリ沿岸から遠く離れたイースター島を訪れる。コロンビアでは年越しが伝統的な祝祭である。全国各地には家族で特別料理のディナー、花火、ポピュラー音楽、特別なまたは新しい服を着たり、エンパナーダを食べる習慣、及び様々なパーティーといった多くの伝統がある。コスタリカでは家族が午後9時に集まって翌日1時から2時まで、 続くパーティーを開く。コスタリカの家庭には、新年に十二の願いをする十二粒のブドウ、新年の旅行や体験を願い、カバンを持って通りを走るなど、様々な伝統がある。エルサルバドルでは年越しを家族と過ごす。家族パーティーは午後5時頃に始まり、翌日午前1時から3時頃まで続く。家族揃って、ディナーを食べ、シンコパララスドースなどの伝統的な年越しの歌が、 流れる。食事の後、花火をしたり屋外でパーティーを続けたりする。ラジオ局が深夜0時のカウントダウンを行う。深夜0時に全国各地で花火が点火される。人々は互いに抱擁して、新年の幸運を祈る。エクアドルの年越しの伝統には、年越しの前日に男性がその年の未亡人に噴する女装の習慣がある。家族行事の伝統や食事。 パーティーを開いたりナイトクラブに行く現代的な祝祭の伝統もある。親しい家族や友人とブドウを食べ、シャンパンを飲む習慣がある。主な行事は深夜0時に行われる。花火に点火し、国内政治家や映画の登場人物、動物を模したアニョビエホと呼ばれる等身大人形に、この一年の不運を合わせ、通りで燃やす。グアテマラでは、 年越しに銀行が休業し、午前中までで営業が終わる。アンティグア市内では通常、年越しを祝うために、サンタカタリナの時計アーチに集まる。グアテマラシティでは、マヨール広場が、祝祭の中心である。日が暮れると爆竹が点火され、夜まで休みなく続く。グアテマラでは幸運のため新しい服を着て、新年カウントダウンの鐘が12回鳴るたびに葡萄を一粒。 食べて願い事をする。祝祭にはマヤ神話またはカトリックの宗教的側面もある。カトリックの祝祭はクリスマスと同様である。クリスマスの朝に子供への贈り物がツリーの下に置かれるが、両親や大人は新年まで贈り物の交換をしない。スリナムでは年越しの間、花火大会を見るために人々は商業地域に移動する。 これは有名な赤い爆竹リボンを見物するためである。大きな店ではこの爆竹を準備して、通りに飾る。毎年その長さが競われ、最長のリボンを導入した会社が高い賞賛を得る。この祝祭は午前10時に始まって、翌日に終わる。この日は通常、笑い声、ダンス、音楽、そして酒で満たされる。夜になると、 大通りのパーティーはすでに満員となる。主要観光地区のティーバットカフェが開催するフェスタが最も有名である。これらのパーティーは午後10時から11時の間に中断し、人々は帰宅して深夜0時にパガーラスに転加する。深夜0時の後、パーティーは明け方まで続き通りは人でいっぱいになる。ベネズエラでは伝統の多くがスペインと類似しており、 来る年の幸運をもたらすと言われる伝統が過度に重要視されている。新年の恋愛運を望むなら年越しに赤の下着を着用する、金運を望むなら乾杯の時に高価な紙幣を持つ、旅行を望むならカバンを持って外に出なければならない、などがある。新年の幸運をもたらすために黄色い下着を着用する。ラジオの特別番組がカウントダウンを行い新年を告げる。 カラカスでは、カラカス大聖堂の鐘が12回鳴り響く。この特別番組中に、年が終わる悲哀の歌が放送される。人気の曲には、ガイタグループマラカイボ15による、ビエホアニョ、ネスター・ザ・バース、ナンシー・ラモス、ホセルイス・ロドリゲスなど様々な人気歌手が歌う、シンコ・パスカル・ラス12がある。新年の最初の数分間に流れる、非公式参加は、 バンドビロ、S、カーコス・ボーイズの、アニュ・ヌエボ、ビーダ・ヌエバである。2008から2009年のシドニーでの年越し、アレキサンドラ公園から見るメルボルンの花火、オーストラリアの主要各都市では、年越し祝祭が開催され、通常、花火大会と、各種行事が行われる。パース中心部の速歩競争専用競馬場。 グロスターパークではオーストラリア西部で最大とされる花火大会が開催される。ブリスベンの行事はサウスバンク公園で開催される。夜には5万人がブリスベン側周辺に集まって花火を見る。オーストラリアの2つの最大の祝祭は2大都市のシドニーとメルボルンで開催される。シドニーの祝祭は毎年午後9時のファミリー花火と 深夜0時の花火の2つの花火ショーをテーマに実施される。シドニーハーバーブリッジを中心にポピュラー音楽とライトショーを融合し同期して花火が打ち上げられる。これはブリッジエフェクトと呼ばれ、その年のテーマに関連する様々なシンボルや画像が端に映し出される。深夜0時の花火を見るために毎年100万人以上の人々がシドニー以降に訪れる。 毎年最初の主要な世界的新年の祝祭の一つとして、シドニーの深夜0時の花火は12月31日中に各国に放送されることが多い。この放送は毎年数億人が主張する。キリバスのキリスイマスイ島は世界で最も早く新年が訪れる場所である。国際日付変更線から 496.3km 西に位置するキズボーンは、 新年が最初に訪れる主要都市である。ニュージーランドの各都市は大規模なストリートパーティーと花火大会で祝う。通常、地方議会がパーティー、ストリートカーニバル及び花火大会を運営するが、無秩序や破壊行動その他反社会的行為を防止するために、種類禁止が人気の地域の多くに課せられている。オークランドの花火大会では、 南半球で最も高い自立構造物であるスカイタワーの展望台の上から花火を打ち上げる。クリケットニュージーランド代表は年越しの日にクイーンズタウンでワンデーマッチの国際試合を開催する。ガーナでは多くの人々が教会に行って年越しを祝う。その他の人たちはナイトクラブ、パブ、または通りに出かけて年越しを祝う。深夜0時にガーナの 各都市、特にアクラ及びテマで花火大会が開催される。カサブランカの花火大会。モロッコでは年越しを家族や友人と一緒に祝う。人々が集い、笑顔でケーキを食べ、踊る。伝統的に自宅で年越しを祝うが、ナイトクラブに出かける人たちもいる。深夜0時にカサブランカのコルニッシュ、アインディアブ一帯で花火大会が開催される。 中国では、グレゴリオ歴の新年の数週間後に、春節の祝祭がされるが、グレゴリオ歴の新年の祝祭がいくつかの地域、特に、北京市、上海市、広州市、アモイ市で開催される。北京のさらな、ブルーハーバー国際ビジネス地区では、花火大会とロックコンサートなどの祝祭が開催され、天お及び岩園では、文化的な式典やイベントが開催される。 2011年から、上海のワイタンでは、深夜0時前の数分間、光と音楽の 3D マッピングライトショーが開催される。香港の劇的な花火大会。香港では、通常、中間、ドラワー及びチムシアッツに、人々が集まって、港の夜景を眺めて祝う。タイムズスクエアショッピングモールは、ニューヨークのタイムズスクエアのように、独自のタイムボールの祝祭を開催する。 地区全体の祝祭は、ワン、砂ナデン、サカンカおよびカ包みでも行われる。2008年から、国際金融中心第1期、第2期の2つのオフィスビル外壁で LED と、仕掛け花火による60秒間の新年カウントダウンが、開始された。カウントダウン後、花火が打ち上げられ、シンフォニー・オブ・ライツが始まる。2013年を迎える祝祭では、 香港コンベンションエキシビションセンターでカウントダウンが開始されシンフォニー・オブ・ライツは8分間に延長された。中央アジアでは年越しの伝統は旧ソ連から伝播した。このためロシアの伝統と類似している。インドではほとんどの祝祭はムンバイ、デリー、コルカタ、プネー、バンガロール、チェンナイ、ハイデラバード、アフマダーバード、クワーハーティー、 および2009から2010年以降、チャンディーガルといった主要な大都市で開催される。ハイデラワードでは、花火、街中のレースと喧騒が非常に多い。ゴア州は、インド人、海外旅行者ともに、年越し祝祭で最も多くが訪れる場所の一つである。ボリウッドスターのライブコンサートやダンスといった行事が開催され、観客のほとんどは若者である。多くの観光客はまた、 インドモン、ギルガーオンチャウパーティー、バンドスタンドプロムナード、ジュフビーチなどの海岸沿いの人気のスポットにも集まる。より多くの人たちは年越しを家族と祝うことを好む。ホテルとリゾート地はすべて旅行者の殺到を見越して、準備し、熱い競争は、行楽客を感動的な年越しに誘うことを保証する。国の至るところでの古くからの伝統として、 ヒンドゥー教徒により実りある年を願う特別なヤジュナとプージャーが取り行われる。ボリウッドスターの行事はインドで最も注目を集めている。エンターテインメントとメディアのチャンネルには、ボリウッド映画産業を促進する特別番組があり、人気がある有名なボリウッドスターの存在により、非常に多数の群衆が観覧する。この番組は、花火の打ち上げにより終了し、多くのスターは、 訪れる大衆のために工業でも花火を打ち上げる。インドネシアの都市部では、年越しをお祭り騒ぎで祝う。インドネシアのホテル、ディスコ、および主なレストランでは、特別料理、催し物やダンスを提供する。人々は、家族、兄弟姉妹、および友人と年越しを祝う。インドネシアの年越しでは、トランペットと花火が最も重要な要素である。しかしながら、新年は、 一般的に、イドアルイコールフィトルはほど大きな祝祭ではない。ジャカルタでの年越し祝祭では、音楽賞、新年カウントダウン、花火パーティーが催される。祝祭行事は、モナス、アンチョールの海岸リゾート、および、タマンミにインドネシアで頻繁に開催される。バリ島は、年越しで人気のもう一つの観光地であり、多くの地元の人々や旅行客が、クタ海岸に集まる。 イスラエルの年越しは、パーティ、ー、懇親会、コンサート、及びエルサレムやテルアビブといった大都市に食事に出かけて祝う。旧ソビエト連邦からの移民は、ロシア風の祝日であるを祝う。増上寺にて、東京タワーを見上げる。日本では、年越しには、新年の神、年神を迎えるための準備をする。神を迎えるため、年越しの前に家を掃除して、 門松やしや締縄を準備する。寺院では深夜0時に108回賞をつく女夜の鐘の伝統がある。鐘の音は108つの煩悩の要素を表す。日本全国のほとんどの都市ではコンサート、カウントダウン、花火大会やその他の行事を通常を伴う年越しの祝祭が行われる。東京では 二つの非常に混雑する祝祭が渋谷区の渋谷スクランブル交差点と港区の増上寺で開催される。増上寺では深夜0時を告げると新年の願いを込めてヘリウム入りの風船を空に放ち東京タワーが電光表示するその年の数字を眺める年越し近くにテレビで二つの有名な音楽の特別番組が放送される。日本の音楽産業における 優れた業績を表彰する、輝く。日本レコード大賞は、1959年から2005年まで12月31日に放送されたが、2006年以降は、毎年12月30日に開催され、TBS が放送する。1951年から NHK は12月31日に紅白歌合戦を伝統的に放送する。この番組は、 有名ミュージシャンが2組に分かれて歌唱する歌合戦であり、勝利チームは審査員の投票と視聴者投票で決定する。この特別番組は日本における年間で最も視聴率が高いテレビ番組の一つである。北朝鮮と韓国のどちらにも旧正月と正月の2つの新年の祝祭がある。正月は常に1月1日に祝うが、旧正月の日は変化する。 韓国と北朝鮮共通の風習もあるが、祝い方に相違があったり、一方のみだったりする風習もある。韓国、北朝鮮共に新年をソルラルと呼ぶ。薄い餅と多くの場合、卵が入ったトックという特別な辛いスープを食べる。このスープを正月に食べると一つ年を取ると言われている。正月にこのスープを食べないと幸運を逃すと言われる。 韓国、北朝鮮のほとんどの都市と都市部では、年越し行事を開催する。韓国では、最も大きな祝祭が、ソウルのミョンドンで開催される。この祝祭では、深夜0時に、広島神閣の鐘が33回鳴り、花火大会が開催される。北朝鮮の平壌では、人民大学修道で、時計の鐘が鳴り、近日清広場、 主体思想等で花火が打ち上げられ、周辺地域に新年の始まりを知らせる。しかしながら、平壌の祝祭はまた、近日成の誕生日1912年4月15日に、基づく北朝鮮の暦である主体歴の始まりも、告げる。レバノンでは、家族や友人とのディナーで年越しを祝う。ディナーは、タブリフムス、キッピといった伝統料理と、 その他のレバノン料理が供される。祝祭はレストランやクラブでも行われる。参加者が賞金獲得できるゲームショーもまた開催される。新年カウントダウンが大手テレビ局で放送され、祝祭は通常日の出まで続く。夜通し花火が行われる。政府主催のカウントダウン祝祭、アンタフンバルがマレーシア市とクアラルンプールのスルタンアブドゥル様ど、 ビルム会のムルデカスクエアで開催される。この行事は政府民間テレビ局が生放送する。さらに主要なショッピングモールや歴史的建物では民間主催の年越しカウントダウンパーティーが開催される。重要な民間主催行事の一つにペトロナスツインタワーの花火大会がある。モンゴルでは旧ソ連の影響により社会主義時代に グレゴリオ歴の新年の祝祭が始まった。現代の伝統として年越しも元日と同様に祝日であり、この二日は年間で最も大きな祝日の二つである。パキスタンの年越しは通常喜んで祝われる。カラチでは人々は夜の海岸を訪れて小さな花火で新年を楽しむ。人々が親切なことで知られるラホールでは熱意と情熱を持って年越しを迎える。 イスラマバードの若者はバイクを乗り回し、高級レストランを訪れて、年越しを楽しむ。国内のいくつかの都市では、上空への発砲として知られる行為で喜びを表すことが一般的である。毎年、この習慣により、多くが命を落とす。グレゴリオ歴の最終日の夜に、パキスタンの多くの若者は、世界中で行われるような祝祭を楽しむが、識字率が低いため、 そのような文化的多数の祝祭が昔から世界中で行われていると意識しない。この10年の電子メディアの発達により、パキスタンの若者は世界的トレンドを取り込む傾向にある。定式自立と経済的貧困がこれらの年越し祝祭の障害であると主張する世界の文化活動長期分析もある。都市部やから地、ラホール、 首都のイスラマバードのような国際都市の年越しでの長い夜間の行事には上流階級及び教養のある人々が参加していると推測されているパキスタンでは屋根からエアライフルを打つ毎年恒例の伝統で新年を始めるフィリピンでは年越しは疲労道の祝日であるフィリピン人は通常年越しを家族や親しい友人の集まりで祝う伝統的に ほとんどの家庭では、メディアのオチェと呼ばれるシニア宴会を主催、または参加する。定番料理には、祝日の料理である、パンシットハムがある。レチョンは、バーベキュー用に通常準備される。ひっかきついバムがその日暮らしを示す慣ークであり、不運な食べ物であるため、鶏肉を供することは控えられる。多くの人々が、水玉模様のような丸模様。 あるいは甘い12個の丸い果物が模様の新しく明るいまたはカラフルな服を着ることを選ぶ。これは丸が金運をもたらしキャンディがより楽しい一年を示すと言われているためである。いくつかの習慣は深夜0時に行う必要がある。効果を投げて金運を祈り飛び上がって身長が伸びることを望んだり、スペインの習慣に従って12個の武道をその年の 月分食べる人たちもいる。人々は、トロトットと呼ばれる厚紙やプラスチック製のラッパを吹き、鍋やフライパンを叩き、大音量の音楽を流し、クラクションを鳴らし、爆竹に点火して、騒音をまき散らす。これは、騒音が、風運や悪霊を退散させると信じられているためである。都市部では通常多くの年越しパーティーを開催し、カウントダウン祝祭は、 地域自治体の支援の元民間が主催する。パーティーには、ホテル主催の舞踏会もあり、独自の花火を打ち上げ、非常に多くの人々が参加する。祝祭で人気の場所には、マニラのマニラ湾六サス通り近辺、リサール公園マカティのアヤラ通りとマカティ通り、交差点、パサイのリゾーツワールドマニラと SM モールオブアジア、ケソンのディリーマン地区のケソンメモリアルサークルとリビス地区の、 イーストウッド式タギクの方とボニーファシオがある。シンガポール最大の年越し祝祭はマリーナベイ地区で行われ、25万人以上の人々が訪れる。港湾地区付近のパーティーはザ・フロート・アット・マリーナベイからエスプラネード通り、エスプラネード橋、ベンジャミン・シアーズ・ブリッジ、マーライオン公園、マリーナベイに面するシンガポール視聴者のパダンに至る。祝祭はまたザ・フラトンホテル・シンガポール、 マリーナ・マンダリン・シンガポール、ザリッツ・カールトン・ミレニア・シンガポール、マリーナ・ベイ・サンズ、ラッフルズ・プレイスのオフィス、マリーナ・ベイ・ファイナンシャル・センター・ザ・セール、マリーナ・ベイ及びシンガポール・フライヤーから眺めることができる。マリーナ・ベイの海岸では、シンガポールの人々の50万の望みが書かれて、膨らませた、ウィッシング・スフィアーズ2万個が、 エスプラネード通り沿いの空き地に設置したスポットライトからテラスのきらめく光で彩られて視覚芸術を形作る。観客はまたマリーナベイに浮かぶステージで上演される国内外アーティストによる様々なショーやコンサートを楽しむ。ショーはマリーナベイ現地でもシンガポールの様々なテレビチャンネルによる中継放送でも見ることができる。深夜0時1分前にコンサート司会者は 観客と一緒にカウントダウンを開始する。深夜0時を告げると、マリーナベイから花火が打ち上げられ、マリーナベイ全体がシンガポールの夜景を背景にしてライトアップされる。シンガポールの各地で他のカウントダウンパーティーも開催される。ビボシティやタンピネスといった地域がある。台北101での2008年新年の花火。台湾では、東園市、台中市、台北市、 および高雄市を含む都市で開催されるコンサートで都市の終わりを祝う。台湾では近年都市間を結ぶ映像通信技術によって各都市で同時にカウントダウンすることを可能にした。最も混雑する都市は首都台北市であり、ほとんどの人々は台北101と新陸のショッピングセンターに集まる。人々はカウントダウンの際に 台北101周辺の通りに集まる。カウントダウンの数字をカウントするたびに、台北101の層が順にライトアップされ、深夜0時に各層の上から花火が四方に打ち上げられる。タイでは、ソンクラーンと呼ばれる伝統的なタイの新年と別に、1月1日のグレゴリオ歴の新年の訪れを、家族、親戚、及び友人と祝う。 祝祭には家族とのディナー及び様々な習慣がある。タイのほとんどの都市及び都市部では、年越し祝祭でカウントダウン、花火、コンサート、及び主要な行事を開催する。バンコク中心街セントラルワールドのセントラルワールド広場、及びパタヤーのパタヤビーチが著名であるが、ホテル、パブ、レストラン、及びナイトクラブといった一般の場所でも年越しパーティーが開催され、 食事、催し物、音楽を客に提供し、通常よく朝まで営業する。アラブ首長国連邦のドバイでは、年越しの花火がジュメイラのビーチ及び、世界一高いビル、ブルジュハリファから打ち上げられる。ブルジュハリファから打ち上げられた花火は、世界一高い花火となった。ジョン・メイシー・ライトとジョン・ロジャース1841年、オールド・ラングサインのイラスト英語圏では、 数曲の年越しと関連あるポピュラー音楽があり、それらは12月31日にラジオで流れる。2000年の祝祭では、プリンスの1999が再リリースされ、曲と同名の年であったため人気を博した。また、ウィル・スミスは、ミレニアム・パーティーを祝う歌詞のウィル・ニケイをリリースし成功した。ロビー・ウィリアムズは1998年の曲、 ミレニアムでパルプはディスコ2000で同様に人気を博した。スペインのバンドメカノの曲、ウンアニョマスはスペイン語圏の国で人気となった。この曲はスペインの伝統に従う人々による年越しの最後の数分についての歌である。イタリア語版もまたリリースされた。ありがとうございます。